どうもどうも、ハップファクトリーのプロレス創作工房 MC の秋山かおるです。よろしくお願いします。3回目ですね。はい。この番組では20年近くプロレス業界でデザイン、撮影、それから運営スタッフを務めているハクファクトリー、私がお届けするここだけの創作秘話ということで、今日はですね、仲良しの赤井咲さんがこの後登場します。あのね、画面が切り替わったらまた赤井さんが登場してますので、ちょっと先にいろいろご案内させていただきたいと思います。まずまずこのたくさん置いてあるこのコラボ焼酎、新日本プロレスさんとスターダムさんコラボ焼酎、こちらを作ってるシーズライブさん、それからラーミスティカさんがスポンサーを務めてくださっております。でね、この間この3つ紹介して、あとマイカちゃんの、前回のゲストのマイカちゃんの新しいボトルもあったんですけど、それはマイカちゃんがお持ち帰りになりましたので今日はありません。はい。そして新作のこちら、あのね、すごいんだよ、棚橋さんと内藤さんのやつ。それでこのね、おまけでコースターがつくんだけど、これオーロラなの、わかる？すごいね、かわいい。それでこれにね、これそれぞれにちょっとこう写真集みたいなちっちゃい冊子がつくんですよ。まあジンって言われるやつ、これぐらいのやつで、その中に出てくるそのこのボトルだったり、それからちょっと作ったカクテルだったり、あとは本人のお写真も実は撮影をしてまいりました。イエーイ。あ、私これつけてなかったこれつけてないとあずいさんがこうパチパチパチとかうわーとか出してくれてるのが聞こえないので、今からつけますでもまあ支障はないんですけど、特に。はい。で、なのでそれがまだちょっと画像とかまだ公開されてないんですけど、むちゃくちゃかっこいいの撮れてるので、ぜひぜひ楽しみにしてくださいありがとうございます。そしてあれです、ツイキャスで実は同時配信もしております。イエーイ、ありがとうございます。ちょっと基本的に向こう向いて喋るので、このコメントなかなか拾えない時もありますが、余裕ができたら拾おうと思います。で、ですね、スポンサーさんのご紹介を簡単にさせていただきます。で、先ほどお話したシーズライブさん、それからラーミスティカさん、ありがとうございます。それからあれなんですよ、御社なんか会社の名前だったら、そんな株式会社なんとかさんで紹介できるんですけど、個人でスポンサードされてる方が、その例えば田中さんとか伊藤さんとかだったらまだ分かりやすいんですけど、そのなんていうか、ハンドルネームでそのまま紹介してくださいっていう方もいるので本当にいいんですかって言ったりもしてたんですけど、まずステーキさん別にステーキ屋さんとかじゃないです、ステーキさん、ありがとうございます。それから木馬さん、ありがとうございます。デッドリフ太郎さん、ありがとうございます。いろんなとこでお見かけしますね。それからミッチーさん、ありがとうございます。めぐみさん、ありがとうございます。それから天光さん、みやむさん、ありがとうございます。はい。で、引き続きスポンサー募集はしてるんですが、もう結構たくさんいただいてるので大丈夫かなっていう気持ちもあるんですが、今回こうやって番組にスポンサードしてくださったお金の方は、ゲストさんのギャランティーですとか、そういったことにね、いろいろ使わせていただくので、私の懐に入るわけではございませんということで、はい、まあね、グダグダ喋ってもあれですので、早速ゲストお呼びしようかな。はい。じゃあちょっとこの後また切り替わって赤井さん登場しますので、このままでお待ちください。
ちは。あ、元 DDT プロレスの赤井咲と申します。でも現役で今も DDT で、はい、やらせていただいてます。そうですね。じゃあちょっと簡単にプロフィールをご紹介します。皆さんご存知かとは思うんですけれども、はい、京都府出身、174センチ。これで見るとすごいね。めっちゃでかい。大きいね。2013年8月18日に DDT の両国国技館大会でプロレスデビュー。はい、はい、で2014年次の年ですね、プロレス大賞新人賞受賞。はい、すごいね。技の名前にもなってますね、新人賞。そしてちょっとタイトルをご紹介させていただくんですけど、KOD 6人タッグ王座、41台と52台、はい、2回取ってますね。取らせていただきました。それからアイアンマンヘビーメタル級王座、1011台、うん、1065台、うん、1070台、1072台、1302台、うん、1306台、うん、まだまだあります。1313台、1324台、1350台、何のことだか分かんなくなってきて、1354台、まだあるんですか？ある。あと3行ある。1394台、1411台、1450台。これをさ、全部読み上げることないでしょ、なかなか。ない、初めて読み上げられました。1455台、1461台、1463台、ここすごいすぐだな。1465台、クリアした。1501台、1506台、うん、1508台、1511台、1556台、1578台。この資料を作った方すごい。本当だね。ありがとうございます。まあ、その、なんだろう、このこんなにどうして取れるのと思う方、ちょっと調べてください。アイアンマンで出てくるので。なんでそうです。それから全日本プロレスのテレビ認定タッグ6人タッグ王座6台ですね、うん、それから東京女子プロレス、東京プリンセスタッグ王座10台。うん、そうか、まだできたばっかりのベルトだからな。10代なんだ。そうですね。ね、さっきの1500とかに比べたら。そうそうそう、やっぱこれもそんなめちゃ歴史あるわけじゃないけど。早いからね。早いから。そう。うん、ベストボディジャパンプロレスの BBW 女子王座第5代。うん、そして2023年11月14日 DDT 両国国技館大会にて引退ということで。はい。なので、まあ皆さん、こんな番組をご覧になってる皆さんはご存知だと思うんですけど、DDT 高一点の女子プロレスラーとしてね、うん、はい、ご活躍されていた赤井咲さんです。10年やってきました。そうだ、10年だわ、ね、そう、10年。全然もうちょっとできたと思うんですけど。いや、自分でも思います。自分でもまだできたなって。そうね、はい、体力的にもね、うん、全然できたし、今でもやりたいもん、うん、え、試合したいですね。でもほら、今体はさ、鍛えたりはしてるじゃないですか、うん、だからまあなんて、体力は維持してる。体力は維持してるけど、うんうん、ああ、私のこの足裏に人の顔の感触がもうこう捉えることってないんだ。人を殴ったり、殴ったり、蹴ったり、こう、ここにバーンってぶつけるとかってもう一生ないんだとか。まあ普通は一生ないね。普通はないし、あと蹴られることとか、うん、そうね、蹴られることはないだろうな。掘り投げられることってないんだ、うん、確かに持ち上げられたりビタンってないわ。コーナーから、うん、怖いと思う前に飛ぶとか、うん、やばい、投げられたくないけどわーとか、その気持ちにもう今後なんないんだって、うん、どうやってなんか刺激って日常で生まれるのって思いました。10年間それをね続けてきたから、うん、言うても週末は必ず体カチカチだったし。あ、そうか、うん、まあ、そう、地方行ったり巡業したりもするもんな、ね、新幹線に乗ることがだいぶ減りましたね。そうだ、うん、そうか、そうそうそう、長距離移動がなくなったんだ。そう、なくなった。実家帰る時ぐらい、実家帰る時とか、まあ、お仕事で大阪行くとか、うんうん、それぐらいですね。そう、だから自分で九州とか北海道行く時って、うん、自分で用事作んなきゃいけないんだ、うんうん、そうか、確かに。だってもう試合が組まれてるから、うん、自動的にそこに行くことになってるから。そう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 、あ、次長野か、あ、次福岡か、 あ、次札幌3連戦かとか、うん、あ、もうそれないんだって思いました、か、確かに、まあ、なんか仕事で一緒に、ね、巡業でついていくこともあるかもしれないけど、うんうんうん、基本巡業についていくことは裏方としてはないと思うんだ。そっか、うん、今赤井さんの DDT でちゃんとその裏方仕事というか、はい、やってます。やってるので、全然関わってはいるんですけど、さすがに巡業は行かないか。そうですね、都内とか、まあ、関東の興行は現場に行くことはあるんですけど、うんうん、巡業はさすがに行かないと思います。でもバス乗せちゃえばね、赤井さんいつも通り、今まで通り運んじゃえばいいから。でももう選手じゃないから、うんうん、ねえ、エアコン寒いとか言えない。今までは言ってたけど、別に言ってもいいのに。前までは選手だったから、なんか
えねエアコンきつくないとか言って、あのほらねゴリラばっかりだから、そう男の子たちはみんな暑い暑いって言うから、ね、そうなのよとか言って、あのヘビー級たちって本当にすぐ暑がるから、私寒いのにえ汗だらだらかいてるみたいな半袖で、そうそうなんだよ、まだ半袖なんだみたいな、そっかさすがに、あでもまあ別に言ってもいいと思うけど、ちゃんとでも行く場合は着込んでいきます。面白い。あ、そう、それで、そう、うん、ちょっとこう今回赤井さんがゲストということで、はい、まあ、ちょっといくつかコメントもいただいているので、はい、ギリコさんからいただきました。赤井さんに質問です、はい、引退した今もついついやってしまうプロレスラー時代の癖や習慣などありますでしょうか。まあ、先ほどねちょっとこう、まあ、人を蹴ったりすることはないけどって話はしてましたけど、うんうん、プロレスラー時代の癖なんかやっぱり10年、うん、まあ、10年以上じゃないですか、うんうん、もう練習とか含めると10年以上、うん、やっぱこのプロレス界をメインでやってきたから、うんうんうん、言葉遣いとか用語、あー用語はあるかも、だから舞台やってたじゃないですか、うん、その時に、うん、え、あのもうなんかその本番始まる前とかに、うんうん、え、リング行ったとかってリングない、リングストレッチしに行ったとか、え、あ違う舞台だごめん、そう、ね、でもそうですね、それもすごい間違えてて、うん、最後の方とか誰も訂正しない、ちょっとリリッシュ舞台じゃない、舞台でしょとか、あ最初は言ってくれたけど、うん、もうなんかもうそういうもんだな、あ、まだ行ってないとか普通に言ってくれたりとか、めちゃくちゃ面白い、あとその縦のアクションシーンとかのことを、うん、そのこう試合みたいな、あそう、ね、その、うんうん、今日だから昼夜マチネソアレだから2連戦やろとか言って、うん、その連戦とか連戦は言わない、確かに舞台では言っちゃう、うん、戦だからね、そうそうそう、戦いだから、ね、戦いとかそういう言葉とか、うん、なんかちょっとジュース買ってもらったりとかしたら、はいはい、多分これはそんなプロレス界でも言う人限られてると思うんですけど、はい、ちょっとは嬉しいな、ありがとうごちそうさまですっていう時もあるけど、ちょっとはしゃいでる時とか、チャンスとかチャンスとか言って、チャンス、ごチャンス、ごチャンス、ごチャンスで、あ、で、えとか言って、あ、そうか、この冗談が伝わんないんだ、あ、そうか、そうかも、そう、チャンスとか言ってそういうのは伝わんないなとか、そうですね、本番、面白いな、それ本番とかでしょ、客席、まあ控室と楽屋って言葉の違いも、あそう、まあ、別に間違いではないけど、私は逆にその舞台の人だったから、うん、控室のことすぐ楽屋って言っちゃう癖があって、そう、私もだから、プロレス界に入った時に、うん、え私楽屋どこに行けばいいですか、うん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 、とか言った時に結構怒られはしないけど、うん、控室のみたいな、みたいな、なんか気をつけた方がいいよじゃないけど、あるある、あの楽屋じゃないからっていうふうに言われて、うん、それはすごい染み込まれてて、あったあった確かに、うん、あれ今楽屋じゃない控室、控室、うん、そうみたいな、あったあった、言葉訂正したりしてたんで、うん、逆にまた戻るのが、そうなんだよな、そう控室と楽屋の違いとか、あと、うん、劇場を会場って言っちゃう、会場は言う、うん、確かに、うんうん、あのここの会場さとかってあ劇場か、そうそう、なんかちょほとんど一緒なんだけど、ちょっとだけなんだけど、ちょっとやっぱ気持ちとニュアンスとか、わかるわ、捉え方が違うかなとか、もうみんなはね何にも知らないからね、うん、プロレスのこと、そう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 、でももうみんな私が、そう、え今日あの試合開始何時やったっけって言って、その昼夜公演の時、試合開始わかるわ、そう、そう夜公演の時に、うん、そう興行も行っちゃいそうな、興行は言う、確かに、公演と興行で夜公演の時に、うん、えあの夜の大会 何時からやったっけって言って言っちゃう言うかも、うん、確かに、でもみんな普通にあの何時会場だよとか言ってありがとう、なんかその赤井さん、私も舞台見に行ったんですけど、赤井さんってそのプロレス界だとプロレスっぽくない人だったけど、うん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 、ずっと、うんうん、でもやっぱり外の人からするとやっぱプロレスラーなんだなって思って、うん、なんかあのほら結構姉子役だったでしょ、そう、オラオラ系の、オラオラだったり、お姉さんキャラが多い、うん、そう、うん、だからでもそのプロレスの赤井さんを知ってると、もっとこう高貴な品のある清楚なイメージだったから、うんうん、あやっぱ外の人から見ると、うん、なんか姉子キャラをなんかなんとかなのよ、私みたいな、私はね、私はねみたいな、うんうん、感じなんだな、なるほど、うん、だからこういうキャスティングなんだなと思って、はいはいはい、イメージ的にやっぱ長身、うん、まあね、でプロレスやってたお姉さんってやっぱサバサバ、ね、あたいについてきなみたいな、そうそうそう、あたい、あたいについてきな感はあるのかなとか、うん、でも、うん、まあ、私プロレスラー
の精神はもちろん今も自信もあるしやってきた精神はあるけど、そんなわかんプロレスラーがどんなんかわかんないけど、10年やってるやってるみたいな、なんかそういう精神は普通だと思ってるんですよね、うんうん、はい、ありがとうございます。そう、そうコメントをもらってます。あ、ちょっと続けて、ベンチプレスケさんからいただいてます。ありがとうございます。今後の個人的な野望や DDT で絶対やったるでという目標はありますか？ごチャンス、ごチャンス、ごチャンス。個人的な目標は、うんうん、そう、この後話そうと思ってたんだけど、うんうんうん、ね、写真をね、うん、そう、なんかその、なんだろう、赤井崎選手じゃなくなった赤井さんを、まあ、ちょっと今の現在の赤井さんを取り下ろしていくみたいなことをちょっとやろうかって話をしてて、うんうん、聞いてくれるみんな、ほんと聞いてちょっと聞いて、本当に、うん、そうそうなのね、とかちょっとまたその話を後でしますけど、 DDT で絶対やったるで、 DDT で絶対やってるで、うん、やってるでは、やってるでは飲んでませんよ、ね、ちょっと酔っ払いちゃそうだな、うん、こんなの、うん、DDT で絶対やったるでっていうのは、うんうん、なんか自分が卒業してから、うん、ちゃんと興行とか、私も舞台とかでバタバタしてて、まるまる興行をしっかり見るってことがなかなかできなかったんですよ、うんうん、裏方で現場やっぱ行ってると、うん、もう走り回ってるんで、そうね、この間久しぶりに、うん、もうオープニングからメインまでゆっくり見た時に、うん、え、 DDT めっちゃ面白いじゃんって、いい話だな、そう改めて思って、うんうん、なんか選手じゃない目線で見たら、うん、余計になんかもっとパワーアップしてて、やっぱ DDT もっと知ってもらいたい、なるほどなるほど思って、うん、まあこの間も後楽園結構お客さんパンパンだったんですけど、うんうん、もっともっと可能性あるなと思って、うん、新しい人をね、自分が選手じゃないけど、うん、選手じゃない立場から、うん、なんかもっと DDT を発信したいなっていうのはあって、うんうんうん、ただ自分が選手じゃないからあんまり出過ぎたことはしたくない、まあでもそ出過ぎてるって思う人いないと思うけど、まあ赤井さんのその気持ちがね、やっぱ、うん、この11月、うん、引退したのが11月21日、うんうんうん、え21日待って、さっき言ったやつ11月、おかちゃんの誕生日そっち14って書いて、あ、でも11月間違った、まあいいや、まあいいや、ちょっと確認します後で、16、うんうん、11月、大事な11月、うん、11月で、そう、うん、そこ以降に DDT をファンになった人は私のこと知らないから、うん、え、あ、そうか、なんかあの人何なんだろうっていう人が、あの背の高い女の人なんだろうってなるんだ、もともと DDT で選手だったんだよっていう人がうろちょろしてるのってあんまり美しくないなって思うから、やんなことないけど、まあまあまあわかる、うん、そんな気持ちはわかる、だから違う形で なんかこう DDT を盛り上げたいとかいろんな人に知ってもらいたいっていうのはあるんですよ、うん、でも今の頑張ってるリングで立ってる子たちをこ う,、うん、こうね、立たすためにはあんまり出過ぎたことはしない方がいいとも思ってる、うんうん、あのね、赤井さんってその撮影の時とポートレートの撮影の時とかに結構アシスタントというか、うんうんうん、こういろいろ気がついて直してくれたりとか置いてくれたりとかを照明持ったりしてました、そうそうそうあの今してるんだけど、うん、結構前からそれをその選手の頃から実はしてくれてて、なんだろう、あんまり私撮影の時にこうお手伝いしてもらうことってないんだけど、うんうんうん、あのね、今まで手伝ってくれた人の中で一番向いてるのサポートに、嬉しい、そうパフパフだけどこの人を外に出した方がいいからあれなんだけど、被写体、そう、被写体にめちゃくちゃ向いてるのにアシスタントに最高って、何これと思って、いや、むちゃくちゃ気がつくの、嬉しい、でほら、あれグーヒーのさ、樋口、樋口くんもすごい、うんうん、あの豆というか気がついてくれるので、うんうん、こうしたらいいですか、こうしたらいいですかとかやってくれるんだけど、うん、赤井さんがちょ、それいらん、どかしてそ、直してきて、それそう、そう、いらん、いらんとかって言って、いやいや直してきて、送られたと思って、もうじっとしといて、一緒にユニットの時とかにそう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 やってて、だからね、本当にあのサポートに向いてる人なの、実は、あの表出てる人だけど、出てた人だし今も出てるけど、だから私今言ってた、そのなんとかしてあのもっと DDT をしてもらいたいっていうのは、うん、すごく向いてると思う、嬉しい、うん、いやそうなのよ、いやだから2人欲しい、え、赤井さんが出れる人と大きいけど大丈夫ですか場所取るけど、ツインタワーが、そう、ツインタワーが、そうだ、絶対、まあ、ショートカットとロングとか、いや可愛い、可愛いかな、似合うかな、いや可愛いんじゃない、
ショート。あ、ショートしたことある？昔やりましたね。似合う？ 20？ 20、ほんと20代前半で。ボブ？ボブ？これぐらい？かわいいじゃん。箱さんより長いぐらい。かわいいと思う。どうですか？どうですか？ショート似合う？あ、めぐみさんが名物スタッフになればいいかと思います。名物スタッフ、うん、謙虚なご性格なのかと存じました。でもさ、うん、名物スタッフってさ、うん、ちょっと物によりません？ちょっとスタッフやのに前に何あの人、そうそうそう、目立ってるみたいな。まあね、難しいけどね。癖ありスタッフって本当ピンキリだと思う。難しい、うん。まあ、その愛されるかめっちゃ嫌われるか。いやでも、もともとでもやってた人だから、まあね、後から来た人が知らなかったとしても、うん、あ、ちょっと検索したら出てくるし、まあね、そう、あ、それは仲いいわ、みんなのことよく知ってるわって思って、うんうんうん、あんまりマイナスに思う人はいないと思うけど、かね、こうなってたらあれだけど、うん、やらないし、うん、やんない、ね、絶対にやんないやっても来ないし、やりもしないな、私は。やりもしないね。やりもしない。じゃあこの人のすごいところね、あんなねゴリラがたくさんいる中でね、ずっと10年間ね、そう、こう言ってんでやってきたのがすごいのよ。 それがこんな性格なのに、やっぱ最初は、うんうん、誰々くんの近くに行きたいから入ったの、うん、とか、うん、あ、そういう声もあった。来たいんじゃないの、うん、あの姫、うん、その、まあそうね、男子の中の女一人で姫、おたさんの姫じゃないけどね、そうそう、みたいになりたい、チヤホヤされたいの、うん、誰もチヤホヤしてくれないの知ってるでしょ。わかる。そう、チヤホヤされたくて言ってたら10年続けられないから。そう、男子たちは。そう、本当にもう髪結構切ったり、髪色完全染めても誰も気づかない気づいてくんない。もうでもこれだからやっていけんだなとかそりゃそうだね、うん、うん、こんなこととかってないもんね。ない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 、うん、ないんですよ。でも原島さんは、あ、さすが、今日なんかカラコン違うくないって言ってきたんで、原島さん、さすが原島さんだわ。すごいと思って、うん、私一回原島さんと横浜でばったり会ったことがあって、なんか工業ラジアンとかの工業手伝いに行くときに、うん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 、なんか原島さんは別の用事だったんだけど、うん、ばったり会って、うん、あ、お疲れ様ですみたいな、お疲れ様、キラキラってなってて、いつ会っても原島さん、街の中でもキラキラしてると思って。私なんて街中で偶然、うんうん、普通に歩いてたら、うん、コンビニからでかい音が出てきて、うんうん、グーヒーだったんですよ樋口がちょうどばったりもう同じタイミングで出会って、いつも B さんだからな。そう、あ、グヒーとかで、うん、うーすーとか、じゃねーとかで偶然会ったのに、あ、うーすーもあったし、あと電車乗ってて、うん、電車乗っててふーってなんかめっちゃ大きい人がいて、うん、隣で、うん、こうやって同じタイミングで振り向いたら飯野くんだったんですよ。でわーとか言って、うん、で、あなた黙ってると怖いねとか言って、うん、そうか、大きいし、かわいいけどね、かわいい子だけど、うん、でかいし、黙ってると怖いかも、何してるしとかわかんないし確かにっていう話は普通にしてたらあんなに大きくならないもんね。怖いと思って。面白いな。偶然割とプロレスラーと、うん、私も結構ある。まあ、DDT の仕事する前に、うん、遠藤さん、丸の内線に乗ってる遠藤さんに会ったことあるし、あと池袋で、うん、なんかね、あの岡林さん、うんうん、でかいな、なんか階段降りてたら、うん、エレベーター上りのエスカレーターがあったんだけど、そこドゥーって岡林と、いや岡林、私も岡林さん会ったことある、うん、あの電車プーって閉まる時にパパパって乗って、うん、ああ間に合ったと思って岡林さんって岡林さん会った。それも横浜方面だったから、でかいから、そう、目立つんだと思う。でもだから目を凝らしたら意外といるよ。ですら結構いるかも、うんうん、私遭遇率むちゃくちゃ高い、うんうん、よく見てるとやっぱ知り合いもね多いから、多い確かに面白い。突然のレスラー遭遇話で、もう一ついただいてます、はい、めぐみさんから。プロレス捜査公募楽しく拝聴しています。ありがとうございます。本日ゲストの赤井さんに2つ質問があります。男子レスラーと試合するときと、うん、女子レスラーと試合するときと、心構えや意識することやることなど何か違いがありますか、うん、でもう一つの質問は、何を食べたら何をしたらそんなに美しいスタイルになるのですか。季節柄どうぞご自愛くださいませ。ということで一つ目なんですけど、うん、男子と女子で何か気をつけることありました？基本そんなに男子も女子も変えてはいないつもりなんですけど、うん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 、特に意識してたのは男子の時は、うん、悲壮感が出ないように、あやられてる時とかの、うん、そう、確かに、まあ、意識はしてました。なんか DV みたいに見えたら、うん、男と女だとどうしてもね、そう、悔しいじゃないですか。確かに。だからやられても痛いって、うん、まあ痛いってするかもしれないけど、うん、痛いからその、はい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 、一発でもやり返してやるっていう風にすぐ切り替えないと、なんか
いじ私はやりたくてやってるのに、やりたくてやってるのに、なんか男の人が女の人をいじめてるって見えたらもう最悪じゃないですか。ミックスドマッチはそれは確かにあるかも。そうそうそう、だから、ね、絶対そう悲壮感が出えへんようにしてました、うんうんうん、なるほど。対等だと思ってるし、しなくちゃいけないし。で女子の時はあります？なんか女子の時は特にそんなに別に男の人とやる時と変わらない気持ちで行ってたかな。女子だ。男子は結構大きい人多いからあれだけど、うん、女子って赤井さん大きい方じゃないですか、うん、だから小さい人の方が多いけど、うんうん、なんかそういう違いとかってあります？あ、でもないか。特にないけど、うん、可愛い子ちゃんとやる時はもうワクワクしましたねとか、あと何もう推し、うん、あ推しね、推しの選手、推しの選手とやるときは、うんうん、女子のね、そう、あんまり、うん、その推しを意識しないようにしてるけど、うんうん、ふとしたときによぎるんですよ。今この瞬間は、うん、この人は私しか見てないんだ、やだ、そう、うん、でいろんな人が今見てるけど、うん、この人が脳みそと目線は私が今、うん、世界中で私だけを見て私をどうやって倒そうか考えてる、うんうん、こんな幸せなことって思った。確かにとか、私のことめっちゃ睨んでるやんって、うん、最高って思っちゃう。私のことしか見てないもんね、世界で。そう、それは、いい、新井由紀ちゃんの時にも思った。あ、そう、この子私のパートナーで横にいて、うん、一緒に支えてやってきたけど、うん、私がこんなんでこうねへこたれてたら、うん、上がれないよと思ってボコボコにしてたじゃないですか。その時にわって睨み返してきてて、そうそうそうと思って、どんな時も相手見なさいって言ったのちゃんとできてるわって、でも今この睨んでる先、うん、私は見てるのって思うとゾクゾクしていろんな感情がね、そう、なんかあちゃんとできてる、そうそうそれだよっていうのと、うん、今こいつに一発でも殴り返したいって、うん、私に対して思ってんの、うんうん、ってって興奮する。あ、それは聞いたことなかった、うん、なるほどね、うん、多分こんな人どうなんだろう、いるのかな、言わないだけかな。でも赤井さんに憧れてた女子は多分たくさんいるから、逆あるんじゃない、赤井さんが私のこと見てくれてるみたいなことがあった気がする。あんなこといるのかな、あんなこと、そんなこと、うん、いると思う。私すぐ踏んじゃうからそうそう、顔上からギュッて踏んじゃうから、ね、踏んじゃうから。面白い、うん、すごいな。もうそんなのどの経験でもできないなと思う、うん、推しが私を睨みつけてる推しが私を。あ、11月12日引退だったかって。あ、そうそうそう、あ、そう、失礼いたしました。11月12日なんで2日ずれちゃったんだろう、面白いな。お母ちゃんの誕生日。あ、そうなんだ、うん、お母ちゃんの誕生日に引退したんです私ありがとうございます。あ、たくさんいただいてます。山下さんからいただきました、うん、こんばんは、赤井さん元気そうでよかったです、うん、DDT さんで裏方の仕事をなさってますが、はい、あ、どんなお仕事をしてるか差し支えなければ教えていただけない。確かに裏方やってますっていう話は、うんうんうん、ご自身からも発信されてるけど、はい、具体的にじゃあ何やってんのっていうのは分かんないかも、うんうん、確かに具体的には、うんうん、まあ、グッズ周りがメインでやってまして、ポートレートとか、そうね、でそのスタジオを抑えたりとか、うん、ヘアメイク手配したり、うん、そう、あと選手のスケジュールを抑えたり、まあ、で現場行ってこういうの撮ったりとか、お衣装も全部揃えたりとか、うんうんうん、あ、いや向いてるわ、そう、お衣装全部揃えてこういう企画にして、何月はじゃあこれ出そうとかで写真を全部選んでレタッチ、この子今ここにあざがあるから、はい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 、このあざは生かすけどこのあざは消してあげたいとか、そういうレタッチも全部発注して、このデータが、みたいなのとかと、あとなんだろうな、まあ選手のディレクションとか、その悩み相談とか、 あなたこっちの方がいいよとか、コスチュームも変え、はいはいはい、まあ、全員がそうじゃないんですけど、うんうん、悩んでる子とかいたら、あなたここが素敵なんだから、うんうん、ここを目立たせようよとか、うん、髪型とか、まあ、コスチューム例えば、ね、うん、あなたちっちゃくてよく動くから、うんうん、もっと動きがより映えるものとかにした方がいいんじゃないとか、それでどうしたらいいですかねっていうから、うこういうのつけてみたらとか言って、でデザイナーさん紹介してあげたりして、つなげてあげたりとか、まあ、サイバーのこの、まあ、いろんなのとかやったりとか、はいはいはい、意外と働いてますせ。いや、細かい仕事ね、たくさんあるんですよ。そうなんです。あの、本当データのやり取りとか、うん、調整とか、うん、入稿とかね、そう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 、印刷のやつとか、あとその、なんだろう、その確かに
スケジュールのすり合わせが本当に大変で、そうプロレスラーって返事遅いし、うん、遅いし、あとよくわかんない予定入れるし、そうで予定決めてたのに、そうあすいませんこの時期って何時までに出たいんですけどって、いやその時間スケジュールこっちで抑えてるけど、本当にユニットで取らなきゃいけないとこもあるから、個人もそうだしあるのよ。でそれを改めて大変だなと思いました。でそのこのね時間の中でこうどう割り振るかとか、うんうんうん、あの昼間空いてるけど夜がダメとかね、うんうん、そうあるから、でやっぱ選手やってたから なんか気持ち分かってあげるところも、うんそうね、うん、昨日試合だったからしんどいよねとかって、うん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 、で今首痛いって、じゃあここポーズ取るときちょっとここ枕挟もうかとか言ってあげたりとか、はいはいはい、合わせてあげれるかなとか、まあ気持ちの面ではだむちゃくちゃ向いてんのよ本当に。わそうだから、その今もそのプレイヤーとして舞台出たりとかもされてるけど、うんうん、なんかねやっぱり、まあ、私もそうだけどちょっとこう裏と表を知ってるからできるっていうこと絶対あるから、うんうん、ねだから表に出るお仕事をした時に、うんうん、なんか遅刻することってこんなにスタッフさん側をヒヤヒヤさせてたんだとかあるある、押すっていうことってこんなに時計をこんなチラチラ見ながらそわそわしてたんだとか、そうね、例えばこういうお水一つにしてもなんか用意していただいて、まあ、これは奪ったんだけど、はい、そうけどなんかちょっとしたこととかでも気をつけ、なるほどね、あって気づくようになった、うんうんうん、でもスターの人って逆に気づかなくてまっすぐ前向いてる人がいい場合も、うん、あるそれはある。だから全員が気づかなくてもいいこともあるけど、うんうん、なんか私の場合はより気づくようになったかな、うんうん、なんか昔 WWE のファンクラブイベントの司会をやったことがあるんだけど、その時大体あのスーパースターズは絶対に遅れてくるから、うん、1時間や2時間遅れてくるからって、あれなんで何してるんですか海外スターってなんで遅れんの。それを加味してスタッフたちも逆に余裕を持って、一応こんな時間予定だけど、あ、まあ、海外はそうか、1時間2時間遅れてくるからこれぐらいかなみたいな感じで動いてたら時間通りに来た時があって、えおーみたいな来た、もう来たみたいなって逆に慌てたことはあったけど、なんで遅刻するの。その私も、うん、まあそんなめっちゃ遅刻はしないけど、うんうんうん、ちょっと遅刻とかは今までもあったけど、5分10分はまだね、そう、うん、1,2 時間遅刻ってもう何してんの。インド的なね、起きる時間が違うのか、なんか寄り道してんのか、ちょっと気になっちゃったのか、歯医者かなんか遅れたのか、何をしてるんだ。前に予定を入れてるのか入れてないのか、うん、あれなんなん、道が混んでたにしても1時間は遅れないから、うん、しかも全然、うん、すいませんとか、うん、嘘でもとかやんないで、ないあの、うん、はーいみたいな、そうそう、え、なんじゃと。ほんでインタビューするとき絶対こうやって、うん、そうえ遅刻したの分かってるってみたいな、遅刻したらもうめっちゃ考えるじゃないですか、どうやってなんか、そう、ね、何があったって設定にしようと、ね、うん、考えるけど、いやそうなのよ、あれもあれで面白いけどね、まあ、海外って感じ、まあ、なんかセレブ感あるよね、そう面白いな、うん、確かにそうなんですよ。そう、それであと、うん、さっきお話ししてた、はいはい、まあ、なんかちょっと今はもう選手は引退されたけど、うん、まあ、今でもまあプレイヤーというか表にも出てるさきちゃんの、まあ、写真を撮っていって、こう軌跡を、さきちゃんの軌跡をこう収めていこうかなっていう話を、そうプロレスやってた時は月に1回ポートレート出してグッズ、うんうん、そうね、それが当たり前だったけど、え、写真とかってこんなに撮らないもんなんだって本当に思いました。普通の人は、うん、まあ、自撮りとはまた違うから、うんうんうん、そう、ちゃんとカメラマンさんに、そうで、まあ、今も体鍛えてなまらないようにはやってるけど、うんうん、え、これ誰の、うん、誰が見んのこれって思ってちょっと自己顕示欲ってそんなない方だと思ったんですけど、まあね、うん、え、褒めてって思うようになりました。あ、そうか、見せる相手というか見せる対象がないから、ない目的がないから、そうで毎週試合でなんかエゴサとかして、うんうん、やったこの時結構いい足の上がり方してんなとか、うん、このいいカットになってんなとか、うん、そうか試合中も撮られるもんね、そうけど、そうだ、誰も見てない見られたいとは思わないけど、うん、ちょっと自分の中でもモチベーションを上げたいなとも思うし、ね、うん、なんか形として、うんうん、で他の役者さんとかってグッズとか結構出してるんだなと思って、うんうん、あ、確かに、そう、私グッズってないなと、作ってばっかで人の
選手のグッズは作ってるけど、さきちゃんのグッズってないなと思って、うん、さきちゃんの欲しいですよね。どうですか、ね、どうですか、特にコメントは流れないんですが、ぜひ書いてください、うん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 、あコメントいっぱいありがとう。100万個来てる、来てる100万コメントありがとうございます。100万人見てないのに100万個コメントが来る。そうで、それでこの間、うん、なんか時々サラダ屋さんで、そうそうそう、あのデートするんですけど、そうサラダデート、そうで、その時にちょっとそういう話もして、何かそういう目的を作れば、うん、モチベーションにも普段からやってるけど、うん、この日に合わせてみたいなモチベーションになるだろうっていう話をして、そうそうそう、ファンの皆さんがまだ、うん、まだって言ったらあれですけど、うん、その私のことをまだあったかく家族みたいに見てくれてるのが、うん、もうキュンキュンするの、可愛いと思ったし、うん、なんか愛しいし、ありがたいね、なんかファンなんだっけ、うん、ファンミファンミ、うん、ファンミ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 とかしてとか言ってくれたり、ね、舞台できっかけで知ってくださったりとか、ね、なんかそういう方たちに向けても何かしたいなとか思ったりするんですよ、形に残るものとか、そうそうそう、イベントとか、うん、一緒に頑張ろうっていう風にやりたいなとは思ってます、ね、いやだから引退してからこうやってその別の活動でも表に出てくれてたりとか、うん、コンスタントに発信してくれることって実は結構稀で、プロレスラ ー、あの女子なんか特に引退しちゃうともう完全に、確かに、うん、出ない子も多いし、うん、まあ、ちょっと時々どっかの先輩の興行とか手伝いに会場に来てるぐらいはあるけど、はいはいはい、見たことある、そう、うん、でもないから、うん、そう、うん、だからね前例がないんですよね。 そんでない、うん、なんかいろんなねお仕事してる人とかいるけど、うんうん、団体にまだ裏方としていて、そうそう、結構あの新垣里奈ちゃんが、そう、あの 2AW の千葉のね、そうそう、ガッキーがそうだね、裏方としてやってるけど、うん、そので出る側のお仕事はしてないじゃないですか。そう、楽器は出てない。そう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 。うん、時々あの試合に引っ張り出されるっていうか、セコンドに連れてかれたりとかはあるけど、やってるんだ、変な格好させられて、あ、そうなんだ、巻き込まれるはあるけど、自分からこう行くって。私 DDT で、ま、うん、巻き込まれたらもうブチ切れるから多分。やめてって。いやでもあのなんかよく知らないセコンドの人すごいプロレスできるって思われるかも。やだ。でも絶対巻き込まれないようにバルコニーから見てる。絶対巻き込まれたくない。あ、推しに課金させてくれってコメントいただいてます。いいね、課金したいよね。なんかどうせやるなら、うんうん、みんなのモチベーションが上がったり、うん、みんなの気持ちがなんか上がる感じのなんかしたいなと、お守りだったり、私、うんうん、お守り？お守りだったり、なんかその例えばアクキーとか、いい、私多分皆さん知ってると思うけど、うんうん、みんなのこと大好きじゃないですか。本当にね。めっちゃ大好きだから、うん、なんかみんなのハッピーになれることとか、うん、前向きになれるものとかこととかやりたいなと。この間ファンミみたいのやってなかった？あ、クラファン、うんうんうん、あ、クラファンのファンミか。それでみんな最後、うん、なんかさきちゃんに伝えたいことみたいなや、うんうん、こと話してる時に泣く子がいたの、うん、それさ、かわいい、私のことを思って思い溢れて泣いてんの。そうだよ、その涙ちょうだいって思った。もうかわいすぎる。怖い、ちょうだい、妖怪みたいな。その涙を吸収してあの、うん、入れていいって点滴に入れていい、若返るやつ、若返るやつ、その愛、点滴に入れていいと思う、うん、あ、いい、やっぱでもそれはすごい可愛い、定期的にやってほしいな、愛しい、ね、でこれからもう DDT 大好きで居続けますって言ってくれる、それが一番また嬉しい、本当だよね。さきちゃんがいたところだし、今もいるところだから応援したいってことでしょ。でたまにみんなバルコニーチラチラ見て、はーとか、さきちゃんがいるって言ってね、そうそう、うん、いるよ、見てるよって、うん、試合見ながらみんなの反応見たりして、あ、で、いい、そう、なんかタオルとか、そうそうそう、うん、タオルとかグッズとか選手が入るときにやってて、うん、あ、かわいい、それ私作ったやつやってやってって、いい、嬉しいと思う。だから選手が な、ね、なんか褒められてると私が嬉しくなったりとかする。お母さんだね、もうね、母だよね。え？今ね、え、番組終了10分前って出て、それにえって言ってます。まだあの喋りたいことこれからなんですけど、そうそうやっと準備運動が終わったんですけど、今違う話ですよ、聞いてよってちょうど思ったのにびっくりした。いやだからでも私もそうだけど、なんかやっぱり産んでもいないのに子供みたいな、そうでね、この間デビューした鈴木翼くん、うんうんうん、あの学プロの翼くん、キッドくん、はいはいはい、でいろいろコスチュームのことももちろんやってあげたり、うんうん、まあ分かんないことだらけで、で身近な先輩ってみんなちょっとやっぱ、あ、まあそうね、話しづらかったりするから、それそうだわ、現役だしね、うん、で私も卒業してるし、はいはいはい、まあ、女性だし、うん、ちょっとまたみんなと違う立場やから、うん、なんかあったらもう関係ないから言っといれとか、うん、だからなんか結構
細かい不安なこととかも聞いてきてくれて、かわいい。でなんでそんな優しくしてくれるんですかって言ってくれて、で私自身も違う業界から来た時、うん、右も左も分かんなくて、自分でやってあの時こうしてたらよかったって思うこと多かったから不安よねって、うん、だからちょっとなんか近道させてあげたいだけって言ったら、本当、うん、ありがたいです、うん、お母さんみたいですねって、あれ産んだ、いつの間にえみんな今まで本当なんかお姉ちゃんだねとかって言われてて、うん、お母さん初めて、ちょっといくつだっけ、20ぐらいじゃないですか。でもすみくんもそれぐらいか、うん、みんな、あのなんか中村くんとかがね、うん、おばさんとかって言ってきたりして、うん、全然ちょっととか、まあいいのおばさんでさしてとか、うんうん、なんかそういう冗談みたいな感じ言ってきたけど、うん、お母さんは初めて言われた、うん、こんなお綺麗なお母さんやったら困るわ、なんか、うん、あもうそういう感じなんだって思った。まあね、だから それだけなんて懐が広いっていうかそう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 、包み込んだんじゃない、そう包み、そんなに母性あったんだ、うん、あらあら、ちょっとそっち行くそっちそっちどっち母性キャラやるそうってでも思った。あなるほど、ね、もうこの子からしたら私姉ちゃんじゃなくてお母さんなんだ、うん、じゃあ割烹着で撮る写真、いやあいいかもこうやって米を持ってる、ね、なんか写真撮る、ちょっとエロくなったらね、うん、困るね。あコメント来てる、割烹着みたいな私、今日ね珍しいのオーバーオール着てて、そうあの今日ねいっぱいご飯食べたくて、そういっぱいご飯食べたお腹がだからこ そう余裕があるのにしたんだって、ありがとうございます。あーイッチさんから出てきました、ファンミやってほしいです、赤井さんのグッズ欲しいですということで、うん、あデッドリフ太郎さん、あ赤井さんから見てサイバーファイトの一押し選手、サイバーファイトもしくはあとはサイバーファイト以外で気になる選手、サイバーファイトはまあいっぱいいろいろいるんですけど、まあ今あえて以外でっていうなら全日本といっぱい絡んでるじゃないですか、うん、は誰、斉藤ブラザーズと安西優馬選手、あやっぱりね逸材が揃ってるよね、全日本さんすごい色とりどりだなって思う、いや本当にそう思う、うん、なるほど、面白い、いや綺麗だなと思って、なんか 2.5 次元の俳優さんでいそうって、安西優馬君とか、そうね背高いし、そうで斉藤兄弟はもう、うんうん、メルヘン童話の世界だな、本当に双子だし、双子だし、こんな漫画みたいなこと現実であるんだって思う、だってお相撲さんの双子でしょ、そうそんなことあるそんな設定ある、本当に現実、これプロレス業界の双子って結構貴重だけど、うん、よりによってあんなでかくて、あんなでかくて顔が、顔も良くて、ね、赤い革ジャン着てて、でキャラもしっかりしてて、お兄ちゃまの方かな、うん、の唇の形がすごい綺麗で生まれ変わったあの唇になりたい、写真撮るときいつもなんか綺麗なこのリップラインにしたい、ちゃんとやってるんだ、うん、って見てた、あの斉藤ブラザーズの T シャツ作ったんですよ、あのデザインしたの、うんうんうん、誰もだから2人から結構こういう風がいいって具体的な、いやそれ助かる、レスラーって言わないの、言わない、何でもいいですって言った後に文句言うからあでも見た後に7回ぐらい直されたこともある別の人にね、そこ直すそんなにみたいな、うん、まあでもいろんなタイプがいるから、元を作ってなんかいろいろイメージが湧くタイプと、ゼロから1にできるタイプといろんなタイプがいるから、ほんと大変なのよあの人たち、そう、え5分前だって、ちょっと、まあ、さっき始まったばっかり、さっき始まったばっかり、まあそんな感じで赤井さんとはいつもこういう感じでお話ししてるんですよ、サラダ屋でこれ喋ってるから、そうグッズのこと本当にグッズのこととかそうそうそう、あの子がこういうふうに考えてるのよとか、そういう話とかしてて、そうもう終わっちゃうの、もうこれ延長なしだよ、延長なしなのちょっとあれだけ教えてよみんな、私のさ、うん、どういう写真が見たい、それコメントでください、ぜひあのこれ間に合わなくても、うんうん、あのこの番組に DM でもいいし、なんかそのあの番組放送しますのあれにリプでつなげてもいいし、赤井さんのどういう写真が見たいか、できれば今がいいな、うん、秒で送って、できれば今がいいな、うん、うん、でも一応いろいろね考えてて、スタジオ決めようとか話とかしたり、うん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 、私もこれがいいかなって思ったりしてるんですけど、うん、ちょっとこう今回だけとかじゃなくて長期的にゆっくりやっていけたらなと思うので、赤井さん好きな人にもよりその今の赤井さんを見てもらえたらいいなと思うので、うん、私もなんかそういうなんていうの、本当にやりたいことをしていきたいなと、起きた、早くない、いいよ、レス早いよね、いいよいいよ、まだ紹介できるよ、あなるほど
マコリン先輩がね、サイトブラザーズハマってますよ、ね、知ってる、写真撮ってたもん、うん、ひなさんが大充実のお話聞いて本当に嬉しい、本当、うん、時間が足りない、時間足りない、いえーいいえ、初めて見た、足りない、山下さんが何かイベントをやる計画ありますか、ね、あとはトレーナーをやってほしいって DDT さんから言われたらどうしますか、だって試合のんじゃない、で無理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 、男子はね、まだ女子だったらあれだけど、ね、女子ならできるけど、女子の動きに関しては無理、入場ならできるプロデュースとかのトレーナーね、確かに見せ方だったらできるけど、動きに関してはもうみんな頑張ってるんで、なんかその写真撮ったりとかグッズとか作っていく中で、そう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 、イベントとかもまあ、ね、自然発生的には多分生まれたりもすると思うので、う、ね、うん、まあ、でも本当グッズが全く売れないのにイベントはできないんで、うん、そりゃそうだわ、アクスタをさ毎月作ろうよ、毎月、そう、毎月アクスタってそんな出すのなんですか、4月のサキちゃん、5月のサキちゃんとか、週末のサキちゃん何があったの、マジでサラダ屋でこういう話してる、こういう話ばっかしてる金曜の夜のさきちゃん、やだ、ちょっといいじゃない、月曜の朝のむくんだ、あ、やだ、ね、限定10個ね、限定10個むくんでるからちょっともう時間がないよ、やば、そうだからまたちょっと来てもらいたいと思うんですけれども、はい、あの来てる、ごめんごめんありがとうございます、次回の配信がですね4月24日なんです、第4水曜日なんですけれども、最後にベンチプレスケさん、オフィススーツ、スーツ好きだね、オーケー、ひなさん、ドクターポトル見てからさきちゃんだったらって見たくて仕方ないな、私もね、それね、自分がプロデュースしてて、ジョイか、私やったらどうするだろうとか、ジョイ先、そんなね、ミニスカナースなんてやんないよジョイの先ね、うん、ちゃんと、いいじゃん、ちゃんとカウンセリングするから、あ、ちょっとそれアイデアとしてありがとうございます、いただきます、ちょっとね、長期的にやっていけたらと思うので、いつか叶うかと思います、で、この曲が流れたってことは、そうですよ、もう終わりますそしてごめんなさい、ごめんなさい、え、次回の配信4月24日、はい、そしてゲストさんなんですけど、こちらです、見てください、どうぞ、でかい、なんとめちゃめちゃ大きい、石川修司選手、ブラックメイソーレ選手のお二人にこの、ね、なんだろう、うん、入れるのかな、入りますか、スタジオに来てもらいます、入れるかね、でなんかこれもだからまた先にお便りなどいただけると助かります、うんうんうん、まあ、今回みたいにちょっとプロレス界の話っていうよりは、うんうん、プライベートとか、うん、個人的に思ってることとかゆるくお話ししていけたらと思ってます、うん、今ね、石川さんとメンソさんの写真とかポートレもやってて、そう、これもそうなんです、可愛いでしょ、可愛い、石川さんでかすぎて出ちゃってるけど、切れてる、あの石川さんに合わせると上に弱く、確かに、そう、いや、これでもだいぶ縮めてますもんね、縮めてる、そうなのちょっと後ろに行ってもらってるからね、可愛い、石川さんもね、ゆるい雰囲気出せる、可愛いよね、可愛い、石川さん、でっか、足がすごい長いの、長いね、そう、ちょ、背も大きいけど比率も長い、足が、あの、グーヒーも長いけど、グーヒー長い、グーヒーも足長いんですよ、え、あ、1分前、それではやだやだ、それではまだ引き続き赤井さん、こういうの写真、こういう写真が見たいっていうのも募集してます、はい、はい、それでは来月の第4水曜日もこの工房でお会いしましょう、 MC の秋山かおるとゲストの赤井咲でした、ありがとうございます、バイバーイ、バイバーイ。